はい、車内に戻ってきました、はい、快適です。車内の方がいろんなことをしてもらってるから、うん、まずそうだな、やっぱ目に引くのこれだね。これアルパインの11インチフローティングディスプレイオーディオ、これねめちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいい、まあ、でかいけんさ、うん、こう引いたらね存在感がすごいね。そうでかいけん後ろの人も見やすいよね。うんうん。で、これはナビがついてないよね。うんうん。でナビはもう結構 Google マップでもう使っちゃうからもうそれでいいかなみたいな、うん、値段がね15万か16、7万ぐらい高いよねこれよりも。あな、これアルパインのナビ付きにしたらどうぞ。そう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 、うん、ビッグ X って言うんやけど、うん、そうなると結構高いんやけど、ナビはナビ付きのそのビッグ X はテレビもついてるんよ。うーん。でこれはついてないみたいな。でテレビ見たいんよ、うん、野球中継とか、うん、いつも見てるからテレビ見たいんっていう人にはこれにテレビの機能を追加することもできるよね。あ、そうなの、これ追加されてるんや。そう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 。とアルパインの HDMI 地上デジタルチューナーっていうのがつけれて、うん、これをちょっとあんまりモザイクやけどこうやってテレビが見れるようになるよね、まあ、そういうのをつけてます、うん、これにはね。こんだけ大きいし後ろの人も見えるけん、うん、YouTube とか Amazon プライムとかそういうのをこう見たいなって思ってて、それは専用のビルトイン USB HDMI 接続ユニットっていうオプション、難しいんやけどがあって、すごいね、うん、でここに付いてます。え？これ。あ、これ？そう、これ。あ、これ、はあ、なるほど、なんか USB ポートみたいな。そうそう、これ普通に充電もできるし、USB と HDMI って書いてある。そう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 、これに Fire TV スティックつけたりとか、あとなるほどね、なんかそれができるようにあの導線を作るってこと今話した。そうそうそう。とこれあの iPhone 専用のなんて言うんだろうこれ、まあミラーリングするもの。なんかよくさ携帯に挿して簡単に USB ん SD に移せますってなってるやつでしょ。 SD？ あ、それ違うやつ、違うやつだな、見た目がそっくりだった、うん、これミラーリングできるやつ携帯をここに、うん、これつけると携帯の画面がここに映るみたいな。うん、便利だよね、それね。そうそうそう、あのな Google マップとかは普通にあの線とかをつながなくてもできるんやけど、映像とかはこれがないといけない、もしくは Fire TV スティックをここに挿すみたいなっていうのでつけてます。めちゃめちゃ便利、めちゃめちゃ便利ね。どういう時に便利かっていうと、やっぱどうしても子供がぐずっちゃうよね、こう1時間ぐらいこう運転してると、うん、ってなった時にもう心を刺して YouTube 流す、子供もハッピー、親もハッピーで絶対いる、みんな笑顔やね。そう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 、まあただね通信料とかは携帯の通信料とかかかっちゃうから、うんうん、僕はなんか使う時はあの楽天にしてて、で楽天だとある程度のギガ数超えたらもう定額であのずっと使い続けれるから、まあ、そういう風に旅の時とかはね楽天使ったりずっと YouTube 見たりとっていう風にしてます。さすが抜かりないですね。ありがとうございます。まあただね電波がねないところでは使えんけん、そうだね、まあ、そういう時はこう Amazon プライムにダウンロードしとったやつを流したりとか。さすがですね。ありがとうございます。まあまあまあ、まあ、誰もいない、誰もいない。でこれの説明は終わりかな。はい。で今度これ、え？そう、これ、これはデジタルインナーミラー。これもびっくりした、私初めて見た。これ普通はねミラーのこうなんて言うんだろう、鏡みたいな感じになってるんやけど、うん、まああのカメラの映像がねここに映ってるような感じ で、うん、でここにねドライブレコーダーもついてるよね。でこれがこう内蔵されててみたいな、録画ボタンもついてんじゃん。あ、そうだったの。そう、もうずっと永遠とキー映してる。あ、なるほどね。そう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 、なんかハイエースって後ろが長いからこれがないと本当に後ろが見えないよね。そう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 、なんか普通の鏡でチラッて見ても後ろの2台しか見えないから、うん、そうで、うちは後ろをもうシェードで隠しちゃってるから真っ暗しちゃって、真っ暗真っ暗なんで、これがないと後ろ見えずに事故ります。事故ります事故ります。
なのでつけてる、うん、で、このねスピーカー、そっちにもついてるけど、デデーン、これがね、ツイーターっていうやつで、ツイーター、ツイーター、ツイーター、なんかとりあえず音を良くするやつみたいな、詳しくは分かりません。ハイエースってもともとこれついてないんよね。でこれはスピーカーが、そう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 、うん、後付けしてもらったんやけど、スピーカーがついてないというよりか、ここにスピーカーはついてない、うん、でこのドアのこの右下ぐらいについてるんやけど、このスピーカーがね、あんまり性能が良くない。あー、なんかよく聞くね。そうそうそう、あの台車でね、普通のノーマルのハイエース乗った時に音がね全然良くない。今こことこの下、この下を両方スピーカーをつけてるんやけど、アルパインの X171S っていう、これセットなんやね、これとこれが、この下のやつがセット、セット、セットで売ってるの。へえ。でそれをつけてもらってるんやけど、全然音の広がりが違う。めちゃめちゃいい。運転席と助手席に乗ってる分はめちゃめちゃ音がよく感じる。なんかさ、見た目もいいよね、うん、なんかさ、すっきりしてさ、そう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 、なんかこう馴染んでてさ、あ、君いたのみたいな。そうそうそう。ここの部品も買わないからじゃん、これ。え、どこの、この部品も別売りなの、このカバーみたいな。こんな、これ、そう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 、これ別売り、そう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 。へえ。じゃあスピーカーとこのカバーがいるってこと、うん、こうしたかったら、それも一緒にお願いできる。そう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 。スピーカー関係は以上かな。はい。あとはちょっと見えにくいんやけど、これですね。ステアリングシャフトカバーっていう、このアクセルの横についてるやつを変えてます。なんか元々のハイエースはこれがすごい前に出っ張ってきてるんだけど、これを変えてます。これはね、自分でしようと思ったんやけど、多分そんなに難しくない、ボルト外してつけるだけなんやけど、なんかリーダーさんが間違ってつけちゃったから、こっちにですって言って、部品代だけで済んだ。ありがたいね。ありがたい、ラッキー。そういえばそういうの言われてたね。そう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 。で、あと、まあ、今のは大体ほとんどアルパインのやつなんだけど、うん、あとこのミラー、ミラー、そう、ミラー、うん、でミラーが通常をこうエンジンを切って鍵を閉めたら閉じてくれないよね、勝手に。え、そうなの。そうけど、なんか勝手に閉じてくれるような部品、なんていうんだろう。そっか、これ普通の車と違うから、他のさ、普通の車もそれとオプションなの。いや、今の車は大体ついてるのが多いとは思う。そうだよね、うん、じゃあ一回現場ったい、ちょっとやってみようか。やってみよう。エンジン切ります。エンジン切ります。鍵閉めます。え、これ普通の光景だけどさ、普通の車乗ってたら、うんうん、普通のことじゃないんだ。感謝しなきゃいけないんだね。感謝しないといけない。なるほどですね。はい、というでエンジンつけます。以上かな。もっとしてる気持ちだったけど、こんなもんか。お願いしたのはこんなもんかな。はい、あとはまあ自分でやってたりとかもするから、それは別の動画で紹介しようかなと思います。でこういうのとか、こういうのとか、まあそのスピーカーとかは自分でこうやったわけじゃないんよね。でディーラーさんにお願いをしたんやけど、持ち込んでってことだったっけ。あ、そう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 。あ、まあ実際結局じゃあこれとこれお願いしますって言って見積もり出してもらったんよ。そしたらやっぱりそのメーカーが出してる値段で、見積もりを組んでもらってプラス工賃みたいな感じだったよね。で、まあ、ケチな私は調べましたと。ネットの方が安くねってなって、部品が、うん、でちょっとダメ元ですいませんみたいな、持ち込みでできませんかみたいなって言ったら、あ、いいですよみたいな。でこのこういうカスタムに必要な部品とかも全部送りますんで、それを買ってもらって持ち込んでもらったらいいですみたいな感じで言われて。優しいよね、めちゃめちゃ優しい。でまたね、楽天のスーパーセールでこうなんかこんぐらいの部品とかもあるんよ、うんうん、
これとこれとこれとかじゃなくて、もっと中に入る部品とか、もうなんか何個買ったのかな、10何個かぐらい。業者やん。業者、マジで。まあ業者の方にやってもらうけど、そうなんやけど、そういうのも全部買って、で、取り付けをお願いしたみたいな感じ。工賃だけかかったみたいな。そう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 。で、まあ、こういうスピーカーとかディスプレイ音響とか、あとこのミラーが勝手に閉じるやつとか、うん、全部ひっくるめて、部品代が、だいたい30万円ぐらい。まあ、こういうの結構高いよね。本当はね。11万とかするし、テレビのやつもね、4万かぐらいするのかな。で、これも6万か7万かぐらい。うん、で、まあ、いろいろ、まあ、これね、ドライブレコーダーも内蔵だから、まあ、そんなもんかなぐらいなんやけど、全部合わせて30万円ぐらい、この内装がね、うん、で、工賃が10万円なんで40万円ぐらいかな、かかった。40万円でこんなしてもらえたら、まあ、いいね。工賃に関してはいろいろ見積もり取ったよね。オートバックスとかタイヤ感とか、あとどこ取ったかな、それぐらいかな。で、取ったけど、結局やっぱりディーラーさんにお願いした方が安くて、で、やっぱりじゃあディーラーさんにお願いしようって言って、新車の納車時にこういう状態で納車してもらったみたいな感じです。で、結局タイヤとホイールも変えたので、タイヤとホイールで、まあ、10万か11万ぐらいで、こっち6000円だから、まあ11万か12万ぐらいかな。計、まあ50万ぐらいで今回紹介した内容はできたかなっていう感じです。はい、はい、どうですか、契約家としてこれは。まあ1台しかやってないけん安いのか正直分かんないんやけど、ただまあもちろんね、自分でこれをつけたりとか、あのディスプレイオーディオをつけたりとか、ドライブレコーダーをつけたりとかすればもちろん0円なんやけど、まずやったことないし、外した時に壊れたら嫌やし、うん、こういう、なんやろ、車にも影響を与えてしまうようなやつはあんまり自分でやるの怖いなと思って、うんうん、そして10万で言ったら、まあね、これ丸1日かかるけんね、こういうのつけたりするの、うん、1日じゃいかんかな。それで10万だったらまあいいかなと思ってつけました、うんうん、だから皆さんも本当に安くあげるんだったら、なんて言うんだろう、ネットの値段とかを見てディーラーさんとちょっと交渉とかして、持ち込みでつけれますかとかしてやってみると、より安く上がるかもしれない。物は一緒だからね、うんうん、そういう風にするのがおすすめです。はい、はいはい、今回はハイエースのメーカーオプションとか、うん、ディーラーオプションとか、あとは自分でお願いしてつけてもらったりしたいものとかを紹介しました。なんで、あの、もう購入するとき、はい、もう効果がないように、なんかいろいろ相談されたんやけど、今度どうか、うんうんうん、もう分からんけ、うん、好きなようにやってくださいってやったらこうなりました、はい、なんで、もしこれ見てこれいらんねんって思ったら、はい、ちゃんと旦那さんに言ってください、はい、最低限だと思うけどな。まあでも結果だけで満足してるか、私はいい、はい、うん、ありがとうございます、いいと思います、はい、次回は、まあ、実際そのもう納車して半年経ってるんですよ。そうね。なので、まあ、実際その家族3人で使ってみての感想とか、はい、メリット、デメリットとか、はい、お話しできればなと思ってます。はい、よろしくお願いします、はい、ではまた次の動画で、バイバーイ。バイバーイ。Seasons come and go like thoughts of you.